サマーフェスティバル2009。はい、皆さんこんにちは。大浜サマーフェスティバル2009ということで、アマビ FM D-WAVE はなんと大浜海浜公園の貝殻ステージから生中継でお届けしています。ラジオをお聞きの皆さんもうがみんしょらん。そして、ここからは夕方の5時30分までこの海浜公園貝殻ステージ前からの生放送をお届けするんですが、なんと私たち奄美 FM D-WAVE ではいろいろなボランティアパーソナリティの方々にご協力をいただいて番組を進行しています。ということで今日もお手伝いを何人かにお手伝いをお願いしているところなんですが、この1時からは日曜日のユブニングアワーを担当しています森光一郎さんに登場していただきます。光一郎さん、よろしくお願いします。こんにちは。どうも、約2000人ぐらいの皆様がいらっしゃるの で、 ちょっとすごいなと思ってますけども、はい、夏にふさわしく暑苦しく来ました。よろしくお願いします。いやいや、もうね、1時間ですが、はい、よろしくお願いいたします。はい、頑張ります。はい、また光一郎さんの後にもね、たくさんのボランティアパーソナリティの皆さんが登場する予定となっています。そして大浜サマーフェスティバルはまだまだ続きますからね、今お車の中でお聞きの皆さん、また会場の皆さんと一緒にね、大浜夏最後楽しんでいきましょう。ということで、先ほどお届けしていたバンドさんの続きがありますので、そこからスタートしましょう。さあ、それでは早速スタンバイの方お願いいたします。森拓人さんです。今年東京から帰ってきましたということでね、先ほども少し演奏していただいたんですが、ここで1曲お届けしていただきたいと思います。お願いします。すいません、先ほど一回歌ったんですけど、もう一曲だけやらせてもらえるということなんで歌わせてもらいます。森拓人です、よろしくお願いします。これ覚えやすい曲、僕のオリジナル曲、おじいちゃんの歌中の一回やるんで、皆さん覚えて帰ってください。よろしくお願いします。She won't
はい、ありがとうございました。ただいまの演奏を中、失礼しました、森拓人さんでした。さあ、それではここからはね、先ほど番組でも、登場していただいた森浩一郎さんと少しお話をしていきたいと思います。お願いします。はい、ありがとうございます。さあ、浩一郎さん、いかがだったですか、はい、先ほどの演奏。いや、本当、僕こちらに来る時も車でですね、はい、聞かせていただいて。そうですか、はい、米澤さんもすごいもういいなっていうことで、はい、もう海のこの雰囲気とあって、もうジャンベですか。はい、そうですね、もうすごい、うん、あの雰囲気がいいなってことで来ちゃったんで、もうその通りだなと思って、はい、思ってます。はい、そんな浩一郎さんなんですが、実はですね、前には月曜日のお昼のひまばんミシュシーナを担当していただいてたんですよね。そうです、はい。そして、はい、今は日曜日のユブニングアワーで少しお話ししていただいたりしてるんですね。そうなんですよ、もう本当に話したいということでお願いして話させてもらってるんですけども、もう自分自身すごい楽しんでます。で、放送すると同時に奄美のことが、あの放送する前と比べてよく分かって好きになりました。あ、そうですか。はい、ビーンのおかげです。いやいや、もう全然そんなあれじゃないんですけど、はい、嬉しいですね、はい。で、放送の中で実際に森さんはあのボランティアパーソナリティとしてお話ししていくんですが、はい、このスタートのきっかけって覚えてますか、浩一郎さん。スタートはですね、健吾さんでしたね。はい、もちろん健吾さん、はい、健吾さんからこういう、まあ、ラジオをスタートするのでどうですかって言われて、もう嘘嘘いいですかみたいな感じで僕でいいですかってことで、もうぜひ喋らせてくださいということで、はい、もうお願いしました。はい、でもね、はい、もうすっかり定着してね、一時はお昼の方でもね、はい、あのずっとお話ししてなんかいただいてたんですけど、そうですね、はい、また今はね、日曜の夕方にね、はい、出場というか、あの一緒にお話ししてくださって、パーソナリティとして参加してくださってますからね、はいはい、そうですね、また今日いつも一人なんでね、あの今日